ゆうしくん、これ何ですか？ある無線をやってる人の家です。ある人のお家。うん、ちょっと一回こうグイーって来て。これ今日作ったの？うん、すごいねこれね。これが、ずっと前に作った、うん、あのアンテナもう補充にしてあったんだけど、うん、今日やっと使い、やっと使って、うん、これがあの煙突なんだけど、うん、よく見てみるとここに太い針金がこうなって帰ってくるの、うん、そして細い針金にぐるぐるぐるってなるほどね。でここにソーラーついていて、うん、ちょっと地面に浮いちゃって、うん、そしたらピントが合いやすい。でここにすげえな女の人の顔があって書いてあるね。でこれガスコンロ。ガスコンロ、うん、なんか鍋が3つなっかってる。うん、でこれベッド。ベッドなんだ。で、これが人。人だね。中見て。ちょっと今なんか、家の中に電気があったぞ、龍一。もう一回、家の中に電気があった、これ。LED の。すっげえ。はぁ、で、外に？外から、うん。だから人間が見えるの。見える？ほんとだ。あ、見える。あ、ちゃんと、顔が見える。で、チューリップが咲いてて、うん、でその屋根の上に乗っかってるのなんじゃい？これ？朝日ソーラーじゃけん。わかんねえだろうな。ここら辺の地域に。分かってねえだったじゃないと。聞いてねえだ人の話。朝日ソーラーじゃけん。何それ？もしか太陽カマーンつって。わかる人にはわかる。太陽光だった。すごいなこれな。これを作った。ここに人間の顔ちゃんと見えてる。うん、ここじゃないとわかんない。うん、なかなかこう、ああ見える。ああ、ちょっと見えた。すごいね。はあ。まだいたずらの部類だよ。ああ、いたずらの部類とは言わないな。なんて言うんだ、はあ、なんて言うんだ今、落書きの部類だっていうのはあるけど。こうやって、ドアもちゃんとついてるよ。ドアもちゃんと開くんだ。はあ。もっとつけていこうかな。君のそのさ、手先の強さっつうか、そのなんだろう、サービス精神っつうのはやっぱりあっちの一生懸命畑いじくってる人に似たのかね。あ、なんかザック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 やってるのすーごい、さから気配ムンムンの。ついでにこれティッシュの箱から、うん、それはね、わかるだけどすごいね。これアルミホイルくるくる巻いたの。本当だ。だから朝日ソーラーじゃけんつって。分かんねえよな、文太さんな。これもっとアンテナついてみようかな。ヤギやらいっぱい。面白いな。ありがとうございます。面白いよ。はあ。これ全部ドクターから作りました。だよね。父ちゃんはーっと声しか出ないよ。全部だ。すごいね。いや、大したもんだよ。じゃあちょっと板にくっつけてみるか。そうしたら倒れない。その後ね、ジオラマって言うんだよ、本当に。ジオラマ、撮影風景。そう。いや、あのジオラマってね、あの小さいミニチュアの街とか作っちゃうんだよ。ね、はあ。大人になったらどんな大人になるんだろうね。いや、本当に。ここにあんな感じになるのかな。いろいろと作ってみようかな。あっちなんかいろいろ一生懸命庭を作ってる人。濡れる庭。ベンチを買いたいの。今日ね、いいベンチを見つけた。ベンチいいね。それがね。ナイスアイディア。違うの。木のやつでよくさ、もう中にあるじゃない。うん、しっかりしたのが3000円で売ってたの。何それ安っ。え、端材を使ってるからで。へえ。すごいね。私一人で持ち上げられないっていうぐらいだから遠くだよ。いやもう。全然ね、すぐ契約してきたんだけど、あ、ちょっとあの。契約したんだ。庭がこんな感じで綺麗。また楽しみだ。じゃあちょっとね、長くなるから動画切ります。ありがとう。ゆうちゃんありがとう。Thank you。